果たして私が生きている間に名探偵コナンが完結してくれるのか、それが気になっている健康に自信がないゆっくり霊夢です。傍聴器麻雀漫画を連載していた作者が亡くなって連載が中断された時は悲しかったぜ。いつの間にか工藤新一の年齢をとっくに超えてしまった、年を取ったゆっくりマリサだぜ。今回は死亡つながりとして、なぜ劉備は法政にしか送り名を送らなかったのか、という考察もとい妄想をしていきたいと思うわ。さてマリサくん、送り名ってどういうものかわかるかしら？そう言われるとちょっと困っちゃうな。この動画ではよく聞く言葉ではあるが、意味を問われるとわからないぜ。送り名ってのは皇帝やその臣下である高官たちがその死後、その活躍にあった文字を送るという行為よ。送り名ってのはたくさんの文字があるものの、おおむね3つのランクに分けられているわ。良い送り名だと早々の死後に送られた、武、王ってのがそうだし、劉備だと勝烈、帝ってのがそうね。そして、若くして亡くなった皇帝には真ん中のランクである無難な送り名が送られ、暗君には悪い意味である送り名を送るのが通例よ。これは皇帝だけの話で臣下の場合はまた別だけどね。いにしえの皇帝たちっていい送り名をもらっている人ばっかりなんだよな。だって歴史を見たら、武帝、だの、武王、だのの送り名をもらっている人たちの多いこと多いこと。この送り名を決めるのはその皇帝の息子と、高官たちなので悪い送り名なんてそうはつけられないってわけだ。さて、じゃあいよいよ今回の本題である臣下が送り名をもらうパターンを紹介するわ。劉備は職を手にし、漢中王や皇帝にまで即位したのである程度のことを好き勝手にできるようになった。それこそ臣下たちに送り名を授けたりね。劉備の時代、多くの高官で勝つ功臣たちが亡くなったわ。職討伐戦で活躍した宝刀、そして職討伐戦並びに漢中争奪戦、そして内政でも活躍した宝政。さらに古参の武将である関羽、張飛。そして北方で高い名声を持つ猛将馬超、さらに帝軍山の活躍で敵の総大将である花公園を討ち取った甲虫などね。これほどの大物たちが亡くなっているので劉備はさぞかし、臣下たちに送り名をばらまいた。かと思えば劉備は法政にしか送り名を送っていないのよね。ちなみに劉備は法政によく、こうという送り名を送っているわ。これは文字通り法政が劉備の翼となって職や官中を脱出する手助けをしてくれたからよ。確かに法政の活躍は劉備にとって大きかっただろうが。これはちょっとおかしいよな。法政は職討伐戦から劉備軍に加わった、ある意味では劉備軍の新参者。対して関羽、張飛は劉備軍の最古参とも呼べる人物たち。なぜ劉備は新参者の法政に送り名を与えて関羽たちに送らなかったのか。なぜ劉備が法政にしか送り名を送らなかったのか。それはもちろん劉備が法政を特別扱いしていた、っていう簡単な理由かもしれないけど私は難しく考えたくなるのよね。故に私は劉備は他の臣下たちに送り名を送りたかったものの、関羽の名誉のために他の臣下に送り名を送らなかった、という説を皆様に推していきたいわ。一体どういうことだってばよ。まず、劉備の臣下の中で一番の功績を立てている人物といえば、諸葛亮、並びに、関羽、の両名よ。故に関羽はその死後には送り名を送らなければいけないものの、関羽はとても死に方が悪かった。219年に慶州から北上して義の領土である繁盛を包囲したものの、同盟国である呉相手に舐めた態度を取ったために呉から、の裏切りにあって戦死というね。不利な戦いを必死に戦って戦死した。というのならまだ美談だけど、さすがにこの戦死は美しくはない。故に劉備は関羽が亡くなったものの彼に送り名を送らなかったと思うの。おそらく、劉備が関羽の仇討ちのために呉に出兵し、劉備が呉に大勝して関羽の名誉を復活させてから劉備は改めて関羽に、送り名を送ろうとしたのだと思うのよね。関羽のおかげで呉を討伐できたよ、みたいな感じにするために。むう、それはそれとして。関羽の死後、張飛や馬超といった大物たちも病死や部下の裏切りにあって亡くなっているが彼らも送り名を劉備からもらっていない。
劉備が関羽に送り名を送らなかったのは関羽の名誉を回復させるためってのは分かったが、この点はどう説明するんだ。その点ももちろん説明できるわ。関羽は蜀の武官のトップに君臨する男。もし劉備が張飛や馬張に送り名を授けてみなさいよ。きっと多くの人が、なんで張飛や馬張には送り名を与えて関羽には与えないんだ。と疑問に思わずよ。送り名って基本的に国に莫大な功績を残してくれた臣下たちに与えるものだからね。もし張飛や馬張に送り名を与えて、しまったらバランスが壊れてしまうので、劉備は関羽に送り名を与える前に張飛たちに送り名を与えるわけにはいかなかったのよ。じゃあなんで方正には送り名を授けたんだよ、と突っ込まれると参っちゃうけどね。まあ方正は諸葛亮からも一目置かれていたし、ずっと劉備のそばにいたからな。ちょっとだけ特別扱いされていたのかもな。さていかがでしたでしょうか、今回のお話は。もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎だぜ。送り名のことがよくわかる話だったぜ。それじゃあ今回はここら辺で。まったねー。